これは世間は許してくれませんよ、これ。もう、みんな許してねえよ。許してねえよ、これ。動きやべえよ、これ。じゃあ、プラスで。はい。ご視聴ありがとうございます。トロピー大塚です。ポンポコ山本です。はい、というわけでね、なんかもはやね、ゲストではないぐらい。いや、もうそうですよ。めっちゃ出てるよ。ちょっと待って。え？何ですか、ここ。ここはですね、新たなる僕らのバトルフィールド。バトルフィールド？ハネリアトノンセンター、地下闘技場で。地下闘技場ハイノグシルターに来た、俺が。ハネリアトノンセンター、東京がリニューアルにあたって、事務所もね、移転したので、撮影場所の雰囲気が変わっております。そうですよね。全く違いますよね。はい、だから、背景真っ白で、ちょっと殺風景かもしれないんだけど。ドット編集しやすいからいいじゃないですか。はい。今日やっていくのは、モダンでございます。モダン！イェーイ！モダンね。はいはいはい。カルドハイムでいろんなカードが、登場したことによってね、環境がかなり変わっているということで、僕が使うのね、やはり今第一目カード、この嘘の神バルキー、このカードを使ったデッキで対戦していきたいと思います。これ何するんですか、こいつ。こいつはですね、まあ今まで21で出た時に相手の手札を見て、まあ、クリーチャーを追放して、でそれにそのままね、そいつのマナコスト払うとコピーになれますよー。だから バルキーの子が強いって、トランプさんのカードめっちゃ悪くて相当悪いことすんだろうと分かった。はい、そしてまあ裏面がございます。裏面がある。はい、こちらですね、正解の騙しはティボルト。ティボルトじゃないですか。7マナのプレインゾーカということで、うん、はい、ちょっと7マナモダンでは大丈夫なんですか、いけるの2級と思いきや、特徴でこのままバルキーめくると、こっちを 2マナの方参照しているんだけども、どっちでも唱えられる。マジで、マジで裏でいけるってことですか。裏でいけるっていうね、なんかよくわかんないルールがあるんですけど、3マナの属性唱えてなぜか7マナのプレインゾーカでできちゃうよっていうデッキを持ってきたんで、今回はですね、なんと2マナ以下、このバルキーしか入ってません。実証で絶対にそのバルキーがめくる。いや、嫌な顔してんな、これ。はい、ね、これのデッキで、まあね、ちょっとポンポコね、やっていきたいと思います。僕も仕事、はい、させないっすよ。今回僕が使うデッキなんですけど、はい、僕のこの服の色を見てもらえば、だいぶみんながね、一目瞭然なんですけど、黒で使うのがゴブリンです、はい、やばいコンボあるじゃないですか、この2枚を使ったコンボ、はいはい、瞳の伏線サクションね、これのコンボに、はい、なんとですね、こちらお英雄のゴブリンを使うことによって、うん、令和の出産の殻を、はい、模した英雄ゴブリンやっていくぞ。バンドでクリーチャーサクって、そいつと共通のクリーチャータイプを持つカードで、プラス1マナのね、カードを出せるってこと、まあ、例えば2マナのゴブリンサクって3マナのゴブリン出せますよっていうカードで、これによってこのコンボをね、決めていくっていうデッキですよ、はい、ちょっとね、なんかすごい決め、このコンボが決めやすくなったゴブリンみたいな、まあ、そのヤバい属性たち決まるかどうかわからないですけど、まあゴブリンの底力を見せてやろうかな。大丈夫かな、本当に。大丈夫です、もうゴブリンスレイヤーには強いんで。ゴブリンスレイヤーには強い。大丈夫どういうこと。大体ゴブリンスレイヤーゴブリンにやられても大丈夫ですこれで。どういうことやね。やっていきますんで。はい、じゃあやっていきましょう。よろしくお願いします。ちょっと違うね、ちょっとそろそろ、まあ、高い、アベレージ高い。あ、いやー、いきますよ、先手、はい、ゴブリンの先手は強いよ。なるほど、かもしれないんですけど、もうこれがあるだけでキープできてしまうという、まあ、土地1枚戻して詰めていけばいいかなと思います。いいんじゃないですか、もう土地あって、バイアルあって、ゴブリンあって、もう完璧じゃないですか。もうこれでぶん殴りながらコンボを目指す感じで動いていけばいいんじゃないかと思うので、ニアパーフェクトアンドハンドキープします。じゃあね、まず山を置きました。はい、1マナからバイアルですよ。もうこれがあれば大丈夫、終わりです。はい、もしなんかタッピングおしまいです。タッピングですか。ラップタッピング食べましたね。はい、これどう、じゃあ、1切ります。はい、19。いや、まだいけます。いいのかな、これ2マナから、はい、いけ、ユーザーとのクリア。おぉ、切った、あー、切った、早い。まだこれ大丈夫か。まだサクってないけどね。まだ、まだ揃ってない。揃ってない。着々と準備してくれ。新宿は地下町を行って、おしまいです。大丈夫ですか。大丈夫、大丈夫。ラップ食べます。はい、え、これさ、バイアルとこれちょっと結構よくないコンボの可能性ありません？おしまい。おしまい？大丈夫、大丈夫、大丈夫。俺たちのゴブリン終わってないですから。いや、もうやばいです。なんか結構おとなしいんですね。おとなしめですね。おしまい。あれ本当にエンドフェーズに、じゃあ今だから、はい、飛び道具達人、はい、1-1乗っていきました。で、アンタップ、アップキープに3にします。ドローですよ。確かに、あと1切ります。はい、分からない、そっちのデッキがいつのタイミングで来るか分からないんで、怖いなぁ。なるほどな。ゴブリンどんな感じです。はい、で、ライブリーからゴブリンカウチのを探して硬化した手札に加える。お、見せてきた先ブレを。先ブレをちょっとハンドに入れておこうかな。はい、あ、しかし、はい、パンチいて、ガン、OK、どうします、いきますか。え、もう終わるの。
や終わらないけど。じゃあ悪魔戦術最初これ。そいつはこのターンブロックできない。おじゃあ続行します。3マナ。あ、ちょっとやばいかもしれない。いや、これ続賞待ってるこの時間。バルキーくっそ裏でも出せてしまうんですよね。冒頭で説明してました。いや、ずりーだろこれ。よく、はい、よくねえだろこいつ。はい、で、出ました。で、これが解決。これ出た時に紋章が得られて、こいつによって追放されたカード全部保存の色のマナで支払ってつないとくる。え、マジで？もういいよね、終わりですよね。大丈夫ですか、プラスでいいよね。マイナス3でこの場合、破壊します。支度していいですか。はい、どうぞ。お、こんな感じ。はい、これマジか。バイアルは良くないんじゃない、これ。ちょっとやばいんじゃない。いや、ただこのね、一目、はい、これで。お、決めに来た。で、こいつがぶっ壊れる。追放されます。はい、そしてそれはなんと俺が勝手に使える。え、ふん、使わせてもらおう。いただきます。ちょっとこれプレンズオーカーの破綻してないか、ちょっと。え、なんで。こいつ危ない。なんであるんだろう、これ。どうせよし、とりあえずこいつで弾くす。はい、ブロブリー。オッケー。でこの2マナでね、使います。お、ビシッ。こいつをサクリファイスすることによって、はい、プラスコスト1したんですよ。はっ、出します。オッケー、オッケー。焚き火出しました。で、トップにちょっと仕込ませていただきますね。みんなが大好きなキキチキさんをトップに仕込ませていただきますよ。はい、やりました。で、ここ2マナからね、うん、すいません、これ、あ、人よろしく。いいっすかね、効果使わせていただいて。おいおいおい、この顔、この顔だよ。じゃあ、ここになってる。ガッ、うわーうわーうわー。なんかね、じゃあ100体ぐらい、100体ぐらい、100体ぐらい出します。で、最後の、最後のこいつだけ、うん、こいつコピーします。はい、で、じゃあトップまた、変えるぜ。投石攻撃。そんで、こいつの効果により、こいつがコピーされて、ブワーッ、ドラ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 、負けー。なんか、なんか、あんま、なんか、あんま強いないですね、読書ね。どうしたんだ、なんか。相手が赤い、基本の赤い撃なんで、こういうカードは刺さらないので、抜きたいと思います。まあ、基本的にはテオルトを意識して出して、で、コントロールできるんで、こういったパーマネントアーカーいっぱい入れて、コントロールしていきたいと思います。ポンポコの抜くカードはこちら。もうね、絶対使わねえよ、こいつ。いねえもん、クリーチャー。そして入れるカードなんですけど、こちらね、執行箱ですよ。やっぱね、続所抜いちゃえば、みたいな、っていう感じがあるんで、これいきます。出せ込まれます。はい、なんかちょっとまだデッキの全貌が分かってないからさ、ちょっと、頑張っていただきたいな。3ターン目にさ、続所しようと思ったらさ、相手クリーチャー出さないから出ねえよ、続所が。先輩、頼みます。はい、じゃ今回は渡してもね。これがない、相手にないと打てないやつなんですが、それ以外に手札がしっかりしてるんで、やっていきたいと思います。うん、やっぱね、この出鼻をね、くじく思考囲いがあると。今回はなんかコンポとか何だってぶん殴ってけばいいんじゃないですかね、これ。キープします。キープ、お願いします。はい、いきます。さあ、こちらの引き出しまい。はい、なんかもしかしてなんですけど、うん、そんなグイグイ系のデッキじゃない、グイグイ系じゃないかもしれない、うん、いや、どうも。で、黒割れの時、はい、1マナからこちら、バイヤル、バイヤルマスカーで終わりです。はい、やばい。じゃあ、そして、はい、1枚です。ほら、なんかあるよね、これ。いっぱいあります。はい、よし、じゃあ、魂の洞窟でゴブリン。はい、今だから、はい、こちら、出します。オッケー、トークンを出します。まあ、出た時と死んだ時にトークンで、そう、強いんですよ。はい、これでおしまいです。じゃあ、頑張ります。はい、このカラーの続賞ってさ、多分2種類ぐらいありますよね。うん、からの、からの、まあ、どれ取る。いや、悪魔の旋律。クリーチャーいると作るやつ。あ、しないでくれ。なんだ、何借りてるんだ。いや、バイアルが取られる。バイアル返したね、さっき。返した。たまにあるやつ。バイアル見てしちゃったら完全に放送中。あれ危ない危ない、そう。ちゃんと皆さんちゃんと返すようにしてくださいね、相手にね。はい、じゃあバルキー。はい。うん、表で使っていいんですよ、別に。裏使わなくて。でも、ちょっと今表で、裏で使いたい気分かな。いつもそうだろ、これ。プラスあります。はい。プラスすると、各ライブラリから1枚目のカードを追放します。はい。お、僕も？うん。こちら。お、獅子切断。
じゃあちょっとでもまだないんで、おしまいです。大丈夫、大丈夫。アップキープに、増やして、はい、ドロー。どうぞ。払わずでいきます。払わず、はい。払わず。死んで、トークンが、はい、プリッ。とりあえず、カード混ざりそうなして。混ざるない。今なで、はい、もう一回、オッケー。トークン出ます。マームレリオン。マームレリオン。マームレリオンね、はい。で、セットアンドして、で、ここから、打ち切ります。はい。で、17までいきます。オッケー。1ターン目から使うはずだったのに、なんか、一向に使わずになんか、お隣になってたカードを打とうかな。はい。17で、四方向。あ、そうですね。さすがにちょっと、はい。いや、ちょっと待って、やばいな。いや、ちょっと待って、これ、これやばいな、ちょっと、これ全滅するポンっつって。まあ、ゴブリントークンはいっちゃいますね。いや、ちょっとやばい、さすがにやばいか。ファルス抜き払いました。はい、オッケー。ちょっとやなんだけど、なんだよ。はい、トロッピーさんの顔面を殴るか、パン。オッケー、いかない、オッケー。わかりました。それか、まず、プラスしよう。オッケー。じゃあ、プラス、じゃん。プロシマークやんなよ、なんていいですか。仕上げ紙ナイフ。さっき見たやつ、はい、どうぞ。もう一回来るじゃん、これ。パルキ。いやいや、歯じゃないから、絶対、こいつしかいないでしょ、だって。いや、3番もいける可能性がある。あ、そうか、こいつと危なかった。じゃあ、普通にパルキ、普通に出します。素出し普通に出します。これ、素出しか、でも反動がさっき見るんですよ。ないんですよね。ないですか。いや、まあ、アドバンテージはきついから、こっちか。いやー、はばれてた。はい。はい、で、しかもアタックがせず、おしまいです。ためちゃう。ためて、エコーを払わず、払わず、遠くに出る。出る。こんな殴るやつこうなってる、はい、こいつ殴れないで、ドアあります。はい、手札見とくか、一旦。はっ、かっこいい。はい。やばいこれ。ちょっとアンガーアンガー、ちょっとやだよ。はい、そんなことないか。まあ、バイアルもう一個ため置いといて終わりです。はい、どう。では、マイナス8。何ですか、これ。ですね、スレッドの持ちようからスレッドのカードを追放します。僕は赤3番投げます。ところで追放したカードを備えられるから、アンガーじゃねえかよ。アンガー打ってくるなこれ。いやー、ちょい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 。で、赤3マナある。で、赤3マナで、じゃあアンガーで。いやー、ゴブリンたちが、うわー、追放されちゃう。ゴブリンは火に弱いんですよね。じゃあ守護者返します、ね、じゃあ俺思考が超えちます。ちょ、一作いいですか。はいはい、どうぞ。お、3マナ髪、オッケー。こいつ上に置いとこ。おこいつ上に置いてください、これ。で、これ抜くでしょ、これ。そう、抜く抜く。で、こいつ上に置くと、危ねえ。これが、新時代の解放。なるほど。でも今ね、土地ないですよね。あるある、これで出てくる。なるほど、やっぱりパルスーツは。ちょっと待ってくれ、パルスーツ。ちょっと待って、やばすぎんだろ。はい、じゃあおしまい。ここあってよ、パルスーツ、そうか。ずりんだよ、ティーボルト。ちょっと待って、ドロー。で、これでパン。はい、死んじゃった。おしまいです。はい、ゴリゴリ。もう一回。おーい、ちょっと、それブロックしないで。あー、やばい、やべー。ブロックしないでくれ、頼む。ブロックしないでくれ。死ねえよ。死ねえ、死ねえ。もうちょっとマルキーがまた死んでくれてしまったんで、またちょっとティモルト出させていただきます。ちょっとじゃあ、フェッチ切ります。ちょっとその、ジャンドカラーでこんなくるくる回らないでください、ちょっと。あの、緑漫画から思考が来ると思う。うわー、やばいー。で、減ってか、ライフが減ると。で、ライフが10になりました。で、まあ、こいつは流れとしてないんでプラスしますと。じゃあ、ちょっともう一回失礼します。じゃあ、おしまいです。一応これね、だって2あるから2あるからね、ゴブリンはね。シッ、今令和の出産の方。おとりあえず、とりあえずなんですけど、はい、とりあえず殴っておくか。いやいやいや、君だよ、君。俺に、はい、10。あ、いいね、プラス、ピシピシ、おい。いえ。じゃあこれマイナス3で、あのアーティファクト追放します。ティボルト、キモルト楽しいな、マジで。俺がプレンズウォーカーなんですけど、ここまで厄介なんですね。そう、今までちょっとね、不遇だったよね。不遇のプレンズウォーカーだった。だね、そしてチアミを。はぁ、チアミさせていただきます。3マナめくれなんか。あ、パルキ。はぁ、ナイス、手がないよ。あ、オッケー。じゃあ俺、これ、あの、入れ替わります。これ、やばすぎる、やばすぎる、やばすぎる。追加を落ちて、入れ替わります。プラスですか。で、もう一回プラスします。やばすぎる、やばすぎる。ありがとうございます。やばい。ありがとうございます。やばい。あれです、出来事。出来事の。人間ということで。はいはい。じゃあ、アタックしようかな、3点。お、嘘、そこだったの。おしまいです。
やりたい放題だな、マジで。ドロッ、次、そうか、パンチ、本体、はい、あ、よかった、ケバレです。オッケー、まあいいよ、全然。分かったことがある。そのデッキコントロールだ、属性コントロールだね。そう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 。じゃあ、プラスします。ください。やだ。あ、よかったね、そしてこれ出しとこう。はい、もう一個出しようか、もう一個出しようか。おい、ちょっと人のゴブリンで、人のゴブリンで遊ばないで、ちょっとそんな、そっちがゴブリンでもしないでください。ちょっと3点アタック。治安3点でかかないか、さすがに。はい、おしまいです。はい、払ったら死ぬ。お、よかった。あ、あ、払わない、払わない、よかった、俺もう払われたら死んでた。いや、いいか、払わない。あ、そうかそうか、土地のあれか、別に払わなくていいかな。ね、ここにね、速攻がいたはずなんだよ。いないですよ。いたいたいた。君のカード偉いな、速攻持ってて。はい、負けましたね。やばい、ね、俺はね、ゴブリンの打ち合いでくださいよ、ちょっとやめてくださいよ、そういうの。相手の対処するカードもあって、素晴らしい反応なんじゃないかなと思います。スキップします。これね、マリガンなんですけど、土地はね、ちゃんとあるんだよ。いや、ここさ、どれを戻すかなんだよね。これかな、これを戻すか、これを戻しましょう、こいつね。一番嫌なそう、こいつを戻します。はい、お願いします。やっぱり1体目は黒丸掛けから出花の駆逐思考掛けだ。来たか。はい、でーな、除去めちゃくちゃあるやん。ここだな。ああ、突発、はい、 OK です。おしまい。2ターン目テボルト、ふざけたことやらせない。そんなことさせないよ、うん、ちょっとちょっと、おもむろに見せない。ちょっと、なんか俺見えなかったけど、おもむろにカメラにカードを落とさない。ハンデスの怖いとこ出たなっていう感じで、トップあったやん。ハンデスの裏目はトップなんだよな、黒ワルドだけ。からこいつ、オッケー、ゴブリントークンがプリッと出ますね。はい、ここに。でも、いや、すごいって言います。絶対トップだったじゃん。絶対トップだったよね、今これ。だってもう猿切って打ってくる動きしてるもん、これ。うん、どうだろう、わかんない。どうだろうじゃないよ、絶対打ってくるでしょ、これ。ふざけんなよ、マジで。ああ、しかも一応ちょ、上ちゃんとしっかりトップにあるーす。でこれ、僕のクリーチャー全部プラス1修正。でこれ、世間は許してくれませんよ、これ。いや、もうみんな許してねえよ。許してねえよ、これ。動きやべえよ、これ。じゃあプラスで、はい、そのトップをください。いやー、ちょっとダメ。なるほど、殴らしてくれ。殴っていい、殴っていい。くそ。で、アップキープにエコー、次さ、案外流されるんだよな。はからわん、はらわん、ドローあります。ふっ、とりあえず、はい、僕のとの先ぶりをハンドから見せることによってバーを。バー、OK、バー。でもさ、さすがにここでティーボルトでプラスさせないで、マイナスでアーキを飛ばすことあるか、出しておくか。うん、じゃあ英雄、OK、出しました、はい、で、ゴブリン一体で本体ピン。おり、ちょっと待ってください。フラネがプラスだね。そうですよね。玉靴、あぶね。まあいいや。これ、実は手札にさっきパルスがありましたね。こちらにパースです。いや、なんかもう分かってたよ、これ。打たせたって感じ。前に。あんま打たれる前にこれで殴り切る。ドロー、殴り切れるのか。いや、頼む、ゴブリンたち頼む。シュッ、4マナから、はい、いけ、死亡者。お、速攻。めっちゃ4枚交換してゴブリン全回収だよ。なんだゴブリン、全部ゴブリンだって。1枚。1枚。いや、嘘でしょ。これ、あんま失敗しないやつじゃないの、これ。いや、まあ1枚回収できたよね。偉いね。はっ、本体、4点。本体、あ、本体か。本体いく。あれ、で、ドローします。じゃあ、マイナス8、うん、で、赤3マナ加わりました。大丈夫、大丈夫、で、どっちが問題ない。まだ問題ない、まだ問題ない。まだ問題ない。もしさ、アンガー、いや、アンガーあったわ。ちょっとアンガーあったな。で、その上から五六点キャンパス突入って2体目のティモロットさーん。なんか、やっぱさ、打点が場にあると本体行きたくなっちゃう。あ、そういうことで、じゃあティボルトが出てきますと、今回カルドハイムってティボルトの段だったんですか、もしかして。いや、そうだよ、実は。そうじゃねえだろ、絶対。絶対違うだろ、その。じゃあ、もう一回プラスということで。怒られるよ、ストーリーの人とかに。ティボルト結構大事な役割持ってるから、私は。俺はちょっと認めらんないっすね、それは。彼は。ほら、ハム。なるほど。いけ、女の話。はい。ちょっとライブラリーから、ちょっとゴブリン持ってきます。はい、どうぞ。原作者。なんかすごい、もう俺は決めるぞみたいな。土地があれば完成するぞ、頼む、来てくれ。じゃあプラス、まずプラスしますね。はい、やめて、途中行かない。小周長、まあまあ強い。ちょ、お前が、いや、バルキ普通に出します。ちょっと待って、やだやだ、本当に無理、本当に無理。
トロさん本当に無理本当に無理いやいや本当に無理だよ。うん、ありがとう。これでしょ。ありがとう。わーい、もうわーい。めちゃくちゃすぎて女の子嫌われますよ、ほんま。そんなことやってるから、女の子やらないから大丈夫。女の子にやらないから大丈夫。じゃあバイアルをいただいておしまいです。クリーチャーの効果で判定すな。土地来んな、ここで。行った早く、行った早く来てくれ。いや、国費トップがトップコブしとくよ。見とく。まあ、アドバンテージ取りたいからね。そうだね、いけるでしょ。どう、いや、まあ、いや、アイスマジ速攻持ってないから移動が止まるから、コピーはい、じゃあ通します。これね、あえてマイナスしないとかね。あえてこれマイナス、マイナスでこの選択肢を殺すっていう。ありがとうございます。モルトで歴戦出します。2枚捨てて、2枚引き直す。あ、すごい。で、土地以外のカード捨てたらエレメンタルコップが出ますよと。いや、やばくね、そいつ。で、2枚捨てます。で、1枚、何のこいつ、エレメンタル出します。しかも6枚です。バーなんていう、バーで、これを見して、うん、バーをアンドピン、バーのあばらよ。オッケー、アンドピン、バー。出さない。出さないよ。もしくはトップとボカだったらめっちゃ強いからね。なるほど、じゃあ念のため、念のため追放しようか。これじゃあ、はい。おわぁ、ちょっと待ってくれ、今のはダメだよ。ちょっと待ってくれ。いや、ちょっと、いただきます。ありがとうございます。おやおや、これ困ったことなったぞ、これ。そんなことなってんぞ。なんで、じゃあ、チラ見出します。やろ。あ、待ってたら、しゃべる。シャルだ、サル出しとけ、サルは。サルは、サルは強いね。じゃあ、サンタアタックします。5点です。おしまい。ちょっと待ってくれ、だけど精神的ショックでかいな。いや、分かる、もう一回来る、もう一回ボカード来る、分かってる。いや、そこないからまだ勝てないけど。なるほど。じゃあ俺こいつ見せて、バーのアバラヤ、タッピー、終わり、バー。アバラヤだらけだよ、バーの。いや、ちょっと待ってくれ、精神的ダメージがでかい。集中出すか。ブラス死ぬのだよ、俺これ。ちょっとアタックします。すんげえダメージだな、これ多分。10点です。いいです。おしまいです。勝てんのかこれ。ダン。トップの何もないと思うけど。今な、やらないよりマシ。はい、います。お、おはようございます。はい、うわー、出ない。バイアル、うわ、バイアルモンス。お、見たことがない伝説のゴブリン、こいつをサンマラで唱えます。はい、お願いします。はい、オッケー。じゃあ俺こっちから投石攻撃の復刊をもらう。こちら出た時にゴブリントークを2体出す。で、ゴブリンを1体剣下げると4点ドレイン。ゴブリンで殺す気か、ゴブリン使いを。おう。じゃあちょっとこいつを効果で。くそー、見てよ。はい、というわけでね、今回ディボルト読書勝利ということで。いや、すごいな、このデッキ、マジで。あのね、ズルズル。いや、ダメだよ。これはダメ。もうね、多分ダメですよ、これ。世界が許さないから。ちょっと、カルドハイのうちティボルトやりすぎだねっていう。ちょっと、ティボ君は、一旦、ちょっと、先生が抑え込みますので。いいデッキです。いや、めっちゃおもろいよ。デッキとして。なんか、そんな、そのまま勝つんじゃなくて、うん、じわじわとコントロールしていくっていう。そうそうそう。なんか、結構汎用性が高い動きをしてくる。うん、で、なんか、サイドから月とかが入ってるから、まあ、相手のマナ基盤縛りながらも自分がこうグーグル動いたりとか、うん、そもそもティボルトの効果で、マナ関係ないから、うん、モダン環境でこれじゃ使ってみようかなと思う人はぜひね、うん、おすすめできますね、これ。そうです。結構気持ちいい。やばい。相手を抑え込みながらこの動きできるの結構気持ちいいなって思いました。まあね、2ターン目に7マナのプレインズとか出しちゃうのやばい。意味がわからないからね、猿をね、エンジンの指導で絡めながら2マナで動くっていう。そうそうそう。あとは、宝石の洞窟とかで5点いい。ああ、そうかそうか、最初から出しといてってことか、すごい。結構動きにも範囲、あれが、ちょっとあれがあるんですね、伸びしろっていうか。そう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 。いやでも、このね、ゴブリンデッキも楽しいですよ。やっぱその一撃一殺のコンボが入ってるから、イニシエの殴りまくる展開するゴブリンっていうよりは、ちょっと狡猾にね、まあ殴りながら、そうそうそう、ね、相手がちょっとやべえ、殴るのを抑えなきゃってなった時に、じゃあ隙を見てコンボ決めて勝ちみたいな。で、今回はね、うまく、あんま1戦目うまく回ったんですけど、まあこれ結構僕もおすすめデッキだと思うんで、ぜひ、ね、組んでみてください。はい、以上になります。コンボ組み合う動画ね、YouTube チャンネルで、ね、マジックの動画上げてますんで、よかったらね、見てみてください。概要欄に貼ってあります。お願いします。ここじゃない、概要欄。はい、ご視聴ありがとうございました。トロピオ大塚でした。コンボ組み合うでした。バイバイ。今日の負けはこちら。
最後までご視聴いただきありがとうございます。よろしければチャンネルの登録、そして高評価よろしくお願いいたします。またマジックのカードをご購入の際は概要欄のリンクからハレリアをぜひご利用ください。それでは次回の動画でお会いしましょう。